はい、どうも、バスオトヨイコどもです。今回はこちら、はい、おいでんバスですね。はい、ここ、豊田駅で見て、まあ、豊田市駅で見て、おいでんバスの紹介いたします。はい、おいでんバスというのはどんなバスかというと、はい、目の前に書いてますね。ハイブリッドって書いてありますね。はい、あれがおいでんバスです。豊田市は広いですからね。はい、すごく広くて、なんと丸々側と丸々側、ザガンね、側と山側と海はないですね、海はないけど都市側と海と山側が存在します。この辺りは都市側ですね。まあそれは工業都市ですよ、ですからね、トヨタという会社があるから。すごい元気なバイクの音が聞こえますね。さすがトヨタといった感じですよね。はい、名鉄トヨタホテル、すごいな、この辺りは。うん、すごいすごい。まあ以前トヨタのあれも紹介させてもらったんですけどね、トヨタの市の高速バスも。まあともかくこの辺りは、あ、失礼して、エリアが一応ごっちゃになっちゃいましたね。はい、まあこの辺りはこんな感じなんですけどね、人が多くなりますね。まあそんな感じなんですが、今はあれが来てるのかな、おいでん橋が来てるのかな、コーラン系とアシカに入れてるバスが来てるのかな。まあそんな感じなんですが、この辺りビルが多いですね。本当にこの辺りはビルが多いですわ。はい、で今プリシャーどこにしてかというと、駅前で独り言を言っております。はい、これが豊田市のおいでん橋のやつですよ。で、まあこんな感じにはなってるんですが、大丈夫かな。まあともかく広いですね。おお、はいはい、さようなら。はい、あら、こんなバスもあるんですね。はい、はい、でこの辺りは、まあ数か限りない施設がありますね。はい、まあともかくこんな感じになります。はい、こんな感じになります。はい、以上です。はい、ご視聴よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、おいでんバスはこんな感じになりますね。はい、まあたくさんありますので、はい。